そしたらですね、えー、っと、あと30分ありますので、あの、えー、とですね、並列有限要素法への道ということで、まあ、この並列有限要素法入門みたいな話をですね、ちょっとしたいと思います。まあ、これ午後への導入と思っていただきましでですね、あの、まあ、この並列計算の目的というのはですね、あの、 まあ、高速、大規模というのが、えー、非常に重要で、えー、なんかその新しい科学を開拓するというような観点からですよねあの、まあ、大規模というのが重要なんですけど、まあ、今回は、まあ、あの分かりきった問題を解きますので、まあ、あまりどちらも関係ないんですけども、やはり高速というのは1、ね、つ非常に重要な要素ですので、あのまあ、高速ということについて、えー、考えていきたいと思います。もちろんあの複雑な問題を解く、これはあの、連成問題とかですね。 あのそういうあのいろいろな可能性をあの、まあ、示してくれるものではありますけれども、まあ、とりあえずはあの高速の方をを、えー、考えていきましょう。理想としてはです、ね、このスケーラブルというのはです、ね、この並列計算の,この計算量とか、計算効率という点では非常に重要なファクターです。N 倍の規模の計算をですね、N 倍の CP を使って同じ時間で解くというのが、まあ、これ、大規模性の追求ですけれども、あのウィークスケーリングと、えー、言われているものです。 であの実際はです、ね、そうはいかなくてです、ね、まあ、例えば先ほどあの教育購買法の例で言うとです、ね、問題規模が増えると反復回数増えるんですよね。あれこれがもし一定であれば、あのこのようなこと、成り立つ可能性あるんですけども、あの反復回数が増えてしまうと、それ、なかなか難しくなってしまうわけなんですね。でもちろん、のそのための,あの対応策として、マルチグリッドみたいなものはあるんですけども、まあ、今日ははそこの話はしないことにします。まあ、いずれにせよ、そんな簡単ではありません。 でもう一つはですね、こちらの方がよりあの皆様には親しみがあるかもしれませんけれども、同じ問題をですね、N 倍の CPU を使って N 分の1の計算時間で解くという場合もあります。これがあの高速性の追求で、まあ、ストロングスケーリングと、ね。まあ、これもですねあの、まあ、いわゆる通信のオーバーヘッドとかあるんで、なかなかあの、えー、っと N 分の1はなんないよねというのは、ね、あるかと思いますけれども、き、まあ、今日は主にこちらの話を中心に扱いたいと思います。 まあただ、あの究極的にはより大規模で複雑な問題を高速に解きたいということになるわけなんですよね。でまあ、これは地下水の,あの3次元モデルの例なんですけども、まあ、これ、ホモジニアスとヘテロジニアスって書いてありますけども、実際こうやってね、あの土とか粘土とか砂とかあのきれいに分かれているわけではなくて、ですねあの、まあ、土の中を掘るとあの石ころが時々混ざってたりとか、非常にあの不均一性が強いわけなんですよね。で、あのそういう不均一性をあのモデル化しようとするとですね、 もちろんこれ、穴掘って全部調べるわけにはいかないんで、あのいろいろ統計的にいろいろなあの、えーまあ、物性を、物性値を発生させるわけなんですけれども、まあ、非常に細かいメッシュが必要になってくるということになります。まあ、最近の PC はですね、もうあの10ギガバイトとか積んでるのも珍しくないわけなんですけれども。 まあ、例えば1ギガバイトぐらいの PC だと、ですねこの非線形の有限要素法だと、まあ、10の6乗メッシュぐらいがあの、えー、限界です。まあ、100万要素ぐらいですね。1000×1000×1000、かける× 1 0 0 0 1 0 0ですね。そういうですねあの西南日本をです、ね、の領域を、まあ、例えば地震のシミュレーションしようとかすると、ですね、まあ、1キロメッシュで切っても10の8乗になっちゃうんですね。で実際の1キロメッシュって非常に荒いんで。 まあ本当はもっと細かく切らなきゃいけないんで、まあ、それでも、ですねもうあの全然この、えー、100GB 級のですね、えーとえーまあ、メモリーを必要にするということになります。まあ、大規模データをですねあの領域分割してあの局所データにしてあの並列処理をするというのがです、ね、あの並列計算の基本的なやり方です。 特に有限要素のような場合はですねただあの、局所的にデータを処理すると、ですねもともと1つのものだったわけですから、えー、とこの全体としての整合性が取れなくなりますので、まあ、それをですね、えーとまあ、補うというか、ですねあの整合性を取るために、ですね領域間の通信というものが必要になってきます。はいまあ、大規模データがあっている、ね、それはこうやって分割して、ですね、まあ、局所的に扱うんですけれども、 もともと1です、ね、これ一つのものだったわけですから、あのその整合性を保つために、この通信というのが行われるということになります。まあ、これによってです、ね、あのまあ、答えがおかしくならないように調整するということになるわけです。でまあ、通信というのはです、ね、あのまあ、このページ、前のページで分かるかと思いますけれども、まあ、並列計算というのは元々です、ね、もともとデータと処理をできるだけ局所的に実施することなんですね。 あの例えばこの要素マトリックスの計算なんていうのはですね、この有限要素法でこれ、完全に要素単位でできます、ね。ですので、まあ、実はあの有限要素法というのは、あの本来、並列計算向けの,あのプロセスがえ非常に主要な部分を占めているということになります。で、定期的な処理です、情報ですね、あのこれを必要とする場合にどうしても通信が必要になるんで。 まあ、例えば全体マトリックスを線形ソルバーで解くっていうような場合にはですね、どうしてもこの待機的な情報って必ず必要になります。ですから、マトリックスを作るときは割とですね、あの局所的でいいんですけど、それを解くときには、待機、まあ、的な情報も必要になってくるということでですね、まあ、通信が必要だろうということです。はい。まあ、ここでいきなりですね、このデータ構造とアルゴリズムって話が出てくるんですけども、 あのまあ、コンピューター上で計算を行うプログラムというのは、このデータ構造とアルゴリズムから構成されています。まあ、両者は非常に密接な関係がありましてですね、まあ、あるアルゴリズムを実験するためには、それに適したデータ構造が必要になるわけです。あのまあ、情報系の方は、アルゴリズムとデータ構造っていう、まあ、あるいはデータ構造とアルゴリズムっていうような講義を取ったりとか、あるいはそういう本もいくつか出ておりますので、まあ、読まれた方があるかもしれません。 まあ、極論を言うと、ですねあのデータ構造とアルゴリズムっていうのは、もう同じもの、まあ、表裏一体ではありますし、あの基本的には同じものと考えてもいいんじゃないかと思います。で特に科学技術計算に関しては、ですねああのまあ、私の経験ではこれが非常にあの重要な考え方です。ああのまあ、並列計算をやるためには、ですねあの基本的なアルゴリズム一適したデータ構造を定める必要があるということで、まあこの並列 有限要素法、あるいはその並列プログラムにおいて重要な、この並列のデータ構造っていうところに私はあると思っていて、あのまあ私だけではなくて、まあ一般的にそういうことが言われています。ですので、まああの、今日あの、午後、あの、有限要素法の並列化というところを、あの、やっていくわけなんですけれども、あの、もちろんこの m p i のね、関数を覚えるということも重要なんですけれども、それ以前にですね、この並列のデータ構造をどうやって設計するかというところが非常に重要な、えー、ことになります。 並列有限要素の処理はですね、SPMD、えー、シングルプログラムマルチプルデータという処理になっています。まあ、あの大規模な、えーとですね、データを局所データに分解します。それで、あのまあ、有限要素法のコードはそれをですねあの、まあ、各プロセスごとに読むわけなんですけれども、えーと、有限要素コードはこの領域ごとに係数マトリックスを作ります。 もともとこれ要素単位の処理ですので、1CPU のコードと変わらない処理が実はできるんですね。ですから、このレベルで、実を言うとあの、えー、通信は必ずしもなしで計算することができます。ただ、それをですね、あの出てきた行列を解くということになると、ですねどうしてもですねこう内積とか行列ベクトル積とか前処理とかいうのがあるので、まあ、何らかの通信を MPA で行ってやらなければいけないということになります。まあ、これがですね、 あの有限要素法、あと並列有限要素法のプログラムの作りというかですね、構成です。で、あのまあ、これをですね、あの効率的にやるためのデータ構造というのを考えていく必要があるということになります。MPI による並列化っていうのは、基本的にこの SPMD のパラダイムに沿ってるんですね。このシングルプログラムマルチプルデータというのはですね、 基本的に各 MPI のプロセスが同じことをやるんですけれども、データが違うんですね。でまあ、大規模なデータを分割して、各部分について各プロセス、あるいはの各プロセッサーが計算するということになるわけです。でまあ、あの全体と局所ですね、これデータに関しても、あとこの番号付けというのが非常に重要になってきます。であの通信以外はです、ね、あの単体の CPU とまあ同じことをやるというのが理想的です。 であのまあ、並列有塩素のプログラムの開発というのはです、ね、まあ、これを実現するようなデータ構造というのを、えー、考えるということがあります。まあ、アプリケーションの並列化にあたって重要なのはです、ね、この適切な局所分散データ構造の設計ということになります。まあ、四角形で考えてみるとです、ねまああの3、3個の四角形で8つの節で2両位に分けるとしましょう。であの 接点上でですね、このレンジ自情定式の自由度って定義されるので、まあ、この接点数がバランスするように4つ4つで分けるとしましょう。ね。で、ただですね、こういうふうにしてですね、ローカルにあの分けてしまうとですね、あのマトリックスがちゃんと作れないですね。あの、えっ、ー、と、3番、7番、2番、6番のこの接点に対応したですね、あの行列の成分を作るにはですね、この2番っていうですね、えー、この、えー、ちょうどこの 2つの領域の境界にあるような要素の情報を、えー、と含むということが必ず必要になります。で、まあ、この接点の座標というのは必要になってくるわけですが、結局ですね、この要素についているこの接点ですね、これの情報というのも必要になるということで、えー、と要素をマトリックスをですね、の生成、あと全体マトリックスの生成をローカルに行うためにはですね、こういうあの、まあ、オーバーラップしている要素ですね。 えー、この情報、えー、プラスそのに含まれる接点の情報というのは必ず必要になります。まあ、これがです、ね、基本的なこの並列有限要素法のデータ構造の考え方です。であの接点ベースの場合、ですねあの局所データに含まれるのがですねその領域に本来含まれる接点、それらの接点を含む要素、本来領域,であるが領域外であるがその,接点の要素に含まれる接点、これがですね含まれます。 接点はですね、3つに分類されます。内点というのはもともと含まれている接点。外点というのは、この、えー、本来領域外なんだけども、えっ、ー、と、要素に含まれている接点のことを外点といいますで。境界点というのは、あの内点なんですけれども、あの他の領域の外点となっている、まあ、内点ということになります。で、あの今、ちょっと詳しく説明はしませんけど、通信テーブルというのがあってですね、まあ、領域間の接続を除くとですね、帯域的な情報は、 あの不要です、まあ、これ有限要素法の特性でしてあの、要素で閉じた計算をしますので、あのまあえー、比較的ローカルな計算の積み重ねでですね、全体の計算ができるようになっています。もうちょっと,あの、えー、と複雑なケースを考えてみましょう。まあ、これも二次元ですけどねあの、えーと、こうやって16要素25節点やります。4つに分けるとすると、あの まあ 6, 6個のところが3つですねで、7個のところが1つという、まあ、割り切れなんでこうなっちゃいますよね、はい。で、まあ、0番から3番まで4つのところに分けるということになります。で、緑のところがですね、あのー、この要素を構成している接点の色が違いますよね。ですから、これらがですね先ほどご紹介したですね、あのまあ、オーバーラップしている要素ということになります。 ですので各、各、えー、分割した領域のです、ね、情報というのは、これらの、えー、とオーバーラップしている、えー、要素のです、ね、情報も含んだ、えー、こんな格好になるということです。まあ、ちょっとこの0番だけ、ね、取り出してみてみましょう。ま,あ、あのまず内点というのがありますね。あの本来ここに属している、えー、この青い節点ですねで。それにくっついている要素というのがあります。 ただあの、この緑に塗ったところは、まだ接点の情報がないですよね。ですから、要素のマトリックスを簡単あの完全には作れません。ですから、その外点というですね、本来他どのところに属している接点の情報も必要になるということで、まあ、この緑色のところはです、ね、まあ、ちょうどオーバーラップしている要素というところで、接点の色が違ってますよね。はい、ということになります。 でこういうですね、局所データ構造があると、ですね、各要素で要素マトリックスをですね、あの独立に計算することができます。で、その貢献をですね、この各接点にですね、こうやって立ち込むことによって全体マトリックスを作ることができるんですね。ですので、あのまあ、こういう局所データ構造を持っていれば、ですね、このマトリックスを作るときに通信は全く不要になります。あの、えー まあ各要素の情報をすでに持っているわけですからあの、えー、不要ということになります。はい、ですのであの、先ほどご紹介した図に従うとですね、あのえーっとまあ、局所データを読み込んで、えー、っとそれをですね、あのまあ、これが局所データに相当するわけですね、それを計算していくということになります。でまあ、通信はねあの、まあ、全体の,あの整合性を取ることという話をしたんですけれども、まあ、この 内点とか外点という考えに行くとですね、外点の情報をですね、外部の領域からもらってくることがあの実は、えー、っとですね通信なんですね。もちろんあのそれに対応した情報をこちらから送り出してやらなきゃいけないんですけども、基本的には外点の情報をもらってくることが通信です。であの通信テーブルにあのその情報が含まれていますが、まあ、これについてあの午後また詳しくご紹介したいと思います。 一次元のね、あの実際に皆さんがこれからやる問題について考えてみるとですね、まあ、こうやってあの11要素、12接点、これ3つに分けるということを考えるとですね、まあ、こんな感じに分かれるわけですね。それで、あのー、これがですね、もともとの行列です。でさっきあの、一、えっと、次元有限をそのところで説明するの忘れちゃったというか、えっと、こっちで説明することに知れているんですけども、あのー、この行列はですね、自分自身とあのその両隣にこうやって、 1あの・0の成分が並んでいてですね、まあ、あの3成分並んでこう対角状になってますよね。ですので、三重対角行列、えー、ないしトリダイアオナルマトリックス、まあ、英語の場合ですね、というふうに呼ばれています。それで、接点がバランスするように分割すると、な、ま、い、あ、点で計算をするということになるわけですね。ただ、ない点だけで分割してしまうと、ですね、まあ、当然、この、えー、とマトリックスが不完全になってしまうので、 先ほどご紹介した外点の情報も含んだ、えー、状態でですね、えー、やってやる必要があるわけです。す、は、る、い、とですね、まあ、あのこういう、ね、オーバーラップした要素も含めてですね、えー、と行列と、えー、が完全に、えー、とあの計算されるということになります。はい、でこちらがもともとの。 でこんな感じで分かれて、まあ、この部分がオーバーラップしている要素ということになるわけです。でこれが、ね、あの先ほどの、えー、SPMD の考え方に従って、またやっていきましょうということになるわけですね。でそのためにはです、ね、これ番号付けって実は非常に重要なんですね、はい。全体データと局所データ、全体番号と局所番号というのが非常に重要になって それで、えー、とこれ今、フォートランの例ですけれども、あの内点の番号がですね1から n になっていると、ですねこれ元の番号と,あの元の番号とに同じですので、元のプログラムと同じやり方で、えー、と計算することができます。ですから、これはねあのグローバルな番号ですけれども、内転の局所番号をこれ1からこうやって振ってやるわけですね。することによって、あの元のプログラムと同じ、えー、処理で計算をすることができます。 まあ、外点の番号をどうするのかということになるわけですねで、まあ。外点の番号はどうするのかというとです、ね、まあ、これも答えがあのほぼ明らかなんですけれども、基本的にはですね、あのこうやって、えー、と内点の次に外点の番号を、えー、こうやって振ってやるということになります。はい、でこれについてもまた後であの詳しくご紹介いたします。はい、であのこれはですね、えー、と各、えー、要素のマトリックスを計算して、その、えー 接線にその貢献をあのこうやって分配しているという例で、えっとマトリックス生成の部分です。で、これもですね、あの局所的にあの計算することができますで。要素の番号はですね、これはまああの割とどうでもいいんですけれども、あの一応内点だけでできている要素をまず先に番号を振ってやって、その後外点を含むこのオーバーラップ領域の要素を番号を振ってやるというふうにここではしてあります。 ただね、あの、要素マトリックスはこうやって計算できるんだけど、全体マトリックスって通信とかやんないでできるのかっていう疑問が、もしかしたらあるんじゃないかと思います。でですね、あの、今やってることっていうのはですね、今この前のページでやってることっていうのは、あの、この茶色い枠で囲った部分の計算をしているわけですね。はい。で、 実を言うと、この白いところっていうのがあの出てくるわけなんですけど、白いところって実はゼロなんですね。でゼロの部分っていうのは全く計算に貢献してないところということになります。あとはその行列とベクトルの積を求める場合にはですね、あのー、まあ、えっと、この0番のプロセスの、えー、中で計算するときに、この1から4までの結果が欲しいわけですけれども、 えとその時にはですねあの、5番の値は必要ですけども、6番以下の値って必要ないですよね。ですから、あのまあ、値がこうやってゼロになっているわけですね。ですから、あのまあ、こういうゼロが入ったところはもう無視して作ってもですね、あの結局、えーと、局所的に作った行列を重ね合わせれば、あのちゃんと全体行列になっているんですよね。はい、ですのであの、これやっぱり係数行列が素であるということがあの非常に重要な性質で、 まあ係数行列が素であるため、局所行列の和集合が全体行列になっているということになります。ですから、あの局所的に行列を計算してもですね、まあ,あの、それが全体としては全体行列になっているということになるわけです。ここはですね、まあ、ある意味ではちょっと、あの、少し、にやかには受け入れがたいことかもしれませんけれども、こうやってですね、あのまあ、素行列であるということを利用してですね、 これは取りも直さずです、ね、この有限予想の処理が、要素単位でできているからなんですよね。ですからあの、まあ、このえっとマトリキスを作るときもです、ね、このえ分割した領域の中でだけ考えればいいということになります。またこれは後でです、ね、あとでいろいろとお話をしますので、えー、まあこういうふうになるということを、とりあえず、ここではえ認識しておいてください。 この後はですね、あのどういう MPI の関数を使うかということを、えー、とざっと、えー、お話ししておきます。まあ、午後は MPI のお話をしますので、まあ、ここであの関数の名前をちょっと覚えておくぐらいで、えー、いいです。はいでまあ、これがプログラムですね。でまあ、これがあの教育勾配法です。であのまあ、前処理としては対角整理をやっていてですね、えー、っと実はこの並列処理が 必要なプロセスはですね、内積と行列ベクトル積ですね。であのまあ、例えば、前処理の部分とか、あるいはその X とか R の更新の部分ですね、こういうところっていうのはあの、これ全部同じ成分に対して計算してますよね。i という成分についてだけ計算しておりますので、要は局所的にですね、あのこうやってね、ベクトルを更新していけば、まあ、全体としてはちゃんとあの計算ができていると。 ということになりますですから、この前処理とこのベクトルの定数倍の加減のところはですね、あのー、もう何もしなくてもえ並列処理ができます。はい、そのままえやればいいということになります。まあ、問題は内積ですねで。内積をやろうとするとですね、こう例えばこの C1 という計算はですね、それぞれのプロセスでえ別々に計算がされます。で、あの多分その値は違うわけですよね。で、かつ、その3つとも正しい答えではないです。 というのはあの一からこれで十二まで足した答えが欲しいのにあの局所的に値が計算されているだけなんですね。ですからあの何らかの通信によってですねこの、えー、と全体としての和を取る必要がありますで。そのための関数としてこの MPI reduce っていうのがあってですねあのまあ、全体の和を取ったりとか、えー、積を取ったりとかあるいは全体の最大最小値を取ったりというようなことができるような MPI の関数がありますので、まあ、これを主に使ってやっていきます。 行列ベクトル積ですねであの。行列ベクトル積を計算するときにはですねあの、まあ、Q イコール AP だとするとですね、まあ、例えばこの3番とか2番の、えー、計算をするときには、この P の値はもうすでにありますので問題ないんですけれども、まあ、この1番とか4番の計算をするときに、この5番とか6番っていう外点の値が必要になるわけなんですね。で、あの、教育勾配法のこのアルゴリズムを見ていただくとですね、この Q イコール AP の前で、 まあ、当然としては当然なんですけど、P の値をこうやって計算してるわけですね。ですから、あの外点の値というのは、隣のプロセスであの、さっきこうやってご紹介したようにですね、あれこれか。各々ののこうやって更新されてるわけですよ。ですから、最新の値というのはあの、もらってこなきゃいけないということになります。そのときに、ね、通信が必要になるということです。で、あの、 まあ実際はですね、えー、とこういう番号付きがされていて、まあ、例えばこの真ん中の1番のところというのは、えー、こういうふうにですね、えー、計算がされるわけです。で、あの、まあ、こういう計算の場合ですね、あの通信というのはどういうふうに起こるかというとですね、まあ、これがあの内転と外転のえ様子なんですけれども、あのまあ、こういう感じで、ね、あの通信が起きます。あれ、なんかこれおかしいな。 失礼しましたあまた、あまあ、これはあの、えっと、この絵はあってもなくてもよかったんですけど、まあ、これがあの、えっと、局所番号ですね。それで、この橙々色で囲んだところが外点と言われているんですね。であの、緑色のところがこの内点の一部で、えーっとあの、境界点と言われているもので、まあ、要は境界点の値をです、ね、相手にこうやって送ってやって、ですねで相手は外点の値として受け取るというようなことによって、ですねこの P の最新の値をですね、 えーと交換してやる必要があるということです、はいで。同じようにですね、自分はですね、5番とか6番の値を隣から受け取んなきゃいけないですね。ですから、こういうあの送信と受信というのをが必ずえ必要になるということです。ただですね、あの行列ベクトル席の場合ですね、あのー、この0番と2番っていうのは直接値のやり取りはしないわけですよね。ですからあ、あくまでも隣との通信だけが必要になってくる いうことになります。内積の場合、これ全体の輪を取る必要があったので、全体と通信しなきゃいけないんですけれども、えーっと、この行列ベクトル積の場合には、隣との通信さえできればいいということになります。で、あのさっきのですね、えー、っと内積みたいな計算のことをグループ通信とか集団通信って言うんですね、あの英語でコレクティビコミュニケーションと言います。それであのー まあ今回のような隣接プロセスとの通信というのはですね、この一対一通信、まあ、ポイント,トゥーポイントというふうに呼んでいます。なんで、あの通信の種類がちょっと違いますので、あの使う関数の、えー、も違います。まあ、この講義の中では MPI, I send と I receive と、あと、えー、weight all という3種類の関数をそのために使います。 まあ詳しくはね、また午後お話ししたいと思いますけれども、えっ、ー、と、大体ですね、今申し上げた、あの MPI Reduce、実際 MPI All Reduce って使うんですけども、あとこの MPI I Send, I Receive, Wait All っこの3種類ぐらいをですね、三種類、4種類か。あと、プラス、あの、いくつかの初期化の関数などを知っていれば、実は MPI のプログラムって簡単に書けます。はい。ですので、あの、 まあ要はね、それをどうやって使うかとで。それを使えるようにどういうふうにデータコードを設計するかっていうことなんで、まあ、そこら辺の話もですね、交えながら、あの午後はですね、MPI の話を、えー、していきたいと思います。えっと、一応これであの予定した午前中の中身は、えー、終わりなんですけれども、何かここまででご質問はありますでしょうか えっと、あの午後からです、ね、早速、スパコンを使ったあの、えっと、実習が入ってくるんですけれども、あのえっと、接続等で問題のある方はいらっしゃいますか、あの何人かの方からはあのご連絡いただいて、おそらく問題を解決してるんじゃないかと思うんですけれども、えっと、とりあえず、ログインは皆さんできるような状態になっているというふうに考えてよろしいでしょうかね。 それでしたらですね、あのとりあえずここであの午前の部は終わらせていただいて、1時からあの午後の部をあのまた再開したいと思いますので、ねえー、よろしくお願いいたします。